お願いします。すごいですね。椅子がない。じゃあ音響さん、急遽もう1曲目だけいきましょう。じゃあこれ椅子いらなくて、そうです、はい、人がすごいからあんまりね、そうそうそう、長い時間これやりすぎるとまた通行の妨げになる。そんな長い時間正座なんかしたら足がしびれちゃうね。これ向こうとか行きたい人、逆にこっちから向こう行きたい人、ちょっとここ今通れへんからぐるっと回ってもらった方がいいかもしれへんね。今通りたい人手挙げて。通りたい、どっち行きたいの？あっちとこっち俺もう今通られへんのこれ。じゃあもうほんまはっきり言うわ、あっち行くの絶対無理やからこっちから回ってくれる。それは全員行きたい人、あっち行こうとしないでこっち行って。逆にね、向こうからこっち来る人ももう今一回引っ返してくると回った方がええよ。でおじいちゃんとおばあちゃん、あっち行かんといて、もうこっち行って諦めて。無理やから、無理やね。こっちも一緒ね。こっちは駐車場から抜けられるからまだいいけど、なのでちょっと通してあげて。おっさんら聞いてる？こっち通り抜けるの無理やからこっち行って、もう無理やねんマジで。そうちょっとね、絶対無理やからイラつかれてももう無理やし、しょうがないからもうほんまごめんやけど、こっちから回った方が絶対向こうには行ける。だからもう諦めて終わるまで見てもらうし。そうそうそうな、急がば回れんだよな。そうやねんな。ありがとうね、ご協力してさ、ごめんな。あっち側ちょっともう人がいすぎて無理やわ。なのでこっちにスムーズに通してあげて。そうそうそう通してあげて。片方はねあんま無理して通らないで、押して通ったらあかんやろ。ゆっくりね。お姉ちゃん向こうそうやろ。じゃあこっちからな、回った方が早い。ごめんな、もううんざりだねホントね。顔が疲れちゃったな。大変やこれ。ありがとうございます。僕らもね東京からわざわざ交通整理してきたんちゃうからね。そうですか。まあでもほんまな純烈二度と来るな死ねってツイートしといてくれ。もうせめてそういうところにぶつけといてくれ。ほんまもうな。まあということで改めまして純烈です。よろしく。どうももう今日は4年連続古町どんどん呼んでいただいて、もうラストステージやから。そうや、もう1回目8でやったんですけど、今日はもう5で終わりということで。今まで6と7はやってたんですね。そう、今まで4ステージやってたんですけど、どういうわけか今回は2ステージということで精一杯やらせていただきますんで、まずは早速でございますが5月15日に発売します新曲を聴いてください。純烈のハッピーバースデーです。